世界陸上ブダペスト大会の女子やり投げで金メダルを獲得した北口春が公式 X、旧ツイッターを更新。競技後に話題を集めてトレンドワード入りも果たした、ハイチュウ、ニコ、で森永製菓から大量の商品が届いたことを報告している。画像、北口春が金メダル記念に贈呈された、超レアな特製ハイチュウをチェック。北口は、 森永聖火様より箱いっぱいの配中をいただきました。ハートの絵文字、ありがとうございます。と綴って、段ボールにぎゅうぎゅう詰めとなったバリエーション豊かな配中を紹介。だがその画像の中には、かなりスペシャルなものが。新世界女王は、オリジナルの、おめでちゅう、とても嬉しかったです。とコメント。よく見ると、北口選手金メダルをおめでとう中。 といった文字と金メダルのイラストがラベルに刻まれ、サイドにも北口春選手セケラックコーチ本当におめでちゅう。ブダペスト2023と書き添えられた非売品が、完全な特別バージョンで、なんとも水なプレゼントだ。世界陸上で金メダルダッシュを決める66メートル73の超ビッグスローを放ち、その直後にテレビ中継で発したデイビッドセケラックコーチの発言がきっかけだ。 ハイチュウ、二つ、と謎のコメントを残して笑いを誘った。後に北口は TBS の番組に出演して、ちょっと一つ訂正させてほしいんですけど、と切り出すと、あれは私がハイチュウを二個食べたわけではなくて、コーチだったんです、と真相を説明し、二個というのも違っていて、二本です、と衝撃の新事実を明かして再び注目を集めた。今回の投稿の最後には、 これでどんなに緊張する試合も乗り越えられそうです。泣き笑いの絵文字、チーム北口、みんなでいただきます、と感謝を込めた北口。SNS 上では、初めて見た、おめでちゅうって最高、金メダルのご褒美ですね、発売してほしいな、森永聖華さんさすがですね、これは北口さんの CM 決まりだな、などなど反響を呼んでいる。